はい、こんにちは。この動画では YouTube の短時間に多数の動画をアップロードしたためアップロードが失敗しましたというエラーについて、動画を撮ります。はい、で私今日動画をアップロードしたらエラーが出て全然アップロードできませんでしたということで、もうこの状態になると何個アップロードしてもこんな感じですね。できませんと、エラーがずっと出続けます。はい、でいろいろ調べてみました。で調べたところ、短時間に多数の、動画をアップするとこういう症状になるということでした。私昨日ですね、何本くらいかな、50本以上確かアップロードしたと思うんですけれども、だいたいやっぱりそれくらいの本数、まあ、人によってちょっと違うようですけれども、まあ、50から、まあ、多い人で80とかっていう人もいたみたいですけれども、それくらいの動画を一気にアップロードすると、制限がかかるそうです。はい。で、解決策なんですけれども、これはもう、待つしかないみたいです。はい。で、まあ、大体、ウェブで検索した感じだと24時間待てば再開できるとか、昨日の、まあ、前の日の23時にたくさんアップしてダメだった、動画アップできなくなったけど18時以降は次の日の18時以降はできましたとか、そういう、ウェブが結構あったので、まあ、おそらくそうですね、24時間待てばできるんじゃないかと思います。ということで私の方も全然アップロードができない状態ですけれど、まあ時間たった24時間待ってみて再度アップロードしたいと思います。はい、ということで解決策は多分待つしかないということで、一気に大量の動画をアップロードしないようにしましょうということです。はい、また解決したら動画撮りたいと思います。ありがとうございました。